赤星臨時コーチから伝授されたこと4戦、2月の4日から6日に臨時コーチとして参加した赤星さんから伝授されたことを紹介します。1、キルイジは足から戻れ、手からだと怪我につながる、手で戻るより体力を使わない。2、ケツでスライディングをするな、お尻が地面についている時間が長いほどスピードが落ちる。3、走り打ち、内野安打を増やし併殺打を減らすため。4、オーバーランをでかくすることで隙をついてワンヒットで二塁に行く。当チャンネルは阪神タイガースについての動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。